貧困崩壊アマンガース。今日はコンセプトがあります。皆さん、インポスター1なんですが、イビルハッカーなので、誰かをマッドメイトに指名することができます。ジャッカルはサイドキックを指名できます。でさらに、シュレディンガーの猫という役職があります。今日はインポスターにキルされるとインポスターになる、ジャッカルにキルされるとジャッカルになる、でシェリフにキルされるとクルーになる。今日のコンセプトは、最初は人外2人だけどどんどん増えていくぞっていうようなやつになってます。じゃあ行くか。お願いします。よろしくお願いします。おーい、お腹いっぱいよ。スキンだね。誰だ、これは。クルーお願いします。くれよ。なんか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 くれよ。なあ、役職くれよ。俺与えられねえんだよ、力が。力がなくてよ。愚痴もなんかくれよ。何与えてやりてんだが。与えてはやりたいが。はい。愚痴もなんかくれよ。役職くれよ。ルコンさん欲しい人だって。何をすか？うん。ちょっと下行くよ。あ、すみません。俺来る来る来るです。来るか。来る。みんな来るか。何これ？こんなとこにも来んだ。みんな来る。ああ、ランダム配線っていうのにしたんやけど、あ、そういうこと。おお、なった。もうなんか起きてるだろこれ。おあ、起きてない。ナイスボタン。ナイス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 。じゃあいいか。何もなかった。何も起きてないよ。いや。うい。え、なんだ。今猫いたぞ。猫泣いたよ。ニューロの猫がいた。シュレディンガーのニューロがいた。猫がいる。めちゃくちゃ猫いてくさ。よ、ああもう役職をくれくれっていう人がいなくなっちゃった。悲しい。あ、このアドミン有効だ。あー、まあいいか、とりあえずね。111覚えらんねえや。あー、メイン3でなんかいっぱい111いましたっていう感じで、もう俺このままやり続けるわ。もう矢印出ねえからさ、コミュサボやってやりにくいのよな。ああ、治った。誰もおらん、こっち。おお、ナイス。確かに誰、ないぼ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 。ビビってビビってんちゃいますよ。誰ともあわねえ。ちょっとビビってんねえ。おいおいおい、猫かんだ。誰ともあわねえって言ってる人の手下作りたい相関すごいな。俺ボタン押してるから、俺ボタンだから俺。これ。ポピパパポパパパパパパパピポパピポパポパピ。よいしょ。マオトータス。猫いるな。で、貨物で直しました。モモマオね。モモマオが下がってて、これ誰だ？あ、ザメだ。ザメでーす。はい。ザメどこ行った？千早さん。どうも。どうもー。役職ください。あ、じゃあどうぞ。おお。すごい。やった。どうぞ。さん。いや、なんかくれよ。なんかくれよ。やり続けてよかった。絶対ジャッカル。じゃあ、おい、ちょっと待てよ。よしよし。おい。あれ。これもしかして、死んでない。もしかして内部的になんか起きてないか、お前ら、あの人外たちで、なんか。何かですか。何か。手下を作ったのを作らないだの。いざこざがあるんじゃないか。いないでしょ。グッチが人外と仲良くなりたそうにしてました。いやいやいや、なにおっしゃいますか。いやいや、なるほどね。普通さん、ジャッカルですよねって言ってきました。なるほどね。潜入調査じゃないですか、これは。なかなかじゃないですよ、それは。二重スパイがいますね、ちょっと。てて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 
やってるよ。ナイスやってるよ。あれケイスカさん。あ、ナイスすごい。めちゃめちゃボタン。あ、トリッピー。ああ。トリッピー。トリッピーが会議終わったギリギリに。あ、ごめんごめん。どこで死んだんだ。ん？あ、ギリギリに何？俺あの30秒ぐらい前にエレクトリカルであのガミさんとトリッピーと俺ので一回なんかごちゃっとした時期があった。そんなに前じゃないです。15秒前ぐらい。30秒。あ、そうそうそう。15秒ぐらい。貨物で湧いてたもん、ね。トリッピーさん貨物脇で、ね、ガミトリッピーあれもう一人誰でしたっけ？フルコンです。あ、フルコンさん。うん。でエレキまで一緒に行って。でエレキでリアクターなったんでトリッピーさんリアクターだって言って多分メイン側に行ってると思う。あ、そう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 だと思う。そうだと思う。うーん、メイン側竹尾くん白、竹尾くんと俺ミーティングずっといた。真央くん白、竹真央、はい、竹真央、はい、田谷さんは白やと思います。リフト乗っていったんで最後、うん、でそれに合ってて、はい、さん白でフルコンが直してます。千葉とフル、千葉とフルまで白出せると思います。多分砂さんも白出る。うん、で自分除染シャワーアーカイブで昇降機に行ったら古内派と合流したんだけど、その道中でトリッピーには見てないので、あのトリガーその、うん、ガミムツの言う通り上に行ってるんなら砂さん白微妙じゃない。そう自分と合うはずなんで出せないかもしれないよね。うん、あー、なるほどね。なり始めて5秒ぐらいした時にメイン電気からメインホールに行くトリッピーは見た。電気からあー、じゃあやっぱメイン行ってるんだ。下から上に上がってったの。はい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 。で、そしたら僕はそのまま電気に降りてガミさんを見てる。うん、うん、はい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 、トリッピーがはしご上がってから左に行かない限りは砂ザメと絶対すれ違うはず。そうだね。じゃあ右かな。うん、で容疑地には入ってっていうと、うん、で、言うと絶対自分はトリッピー見てないので、多分砂ザメ目線的にはグチツボさん出てないですよね。グチだけわかんない。え、あ、すみません。なんすか。なんで関係ないみたいに映らしてんだ。どこにいるんだ。お前白のポジションじゃないやろ。遠い話かなと思って。近い近い。グチツボさんのリアクター鳴るまでエレキまで一緒に行ってますよね。貨物から。あ、そうなんだ。え、エレキまで。あ、そうですね。その後セキュリティでカメラチラッと見たんですけど。うん。ついてましたカメラ。あ、これついてるの見えるんでしたっけ、これ。いや、まあミーティングでついてるのは見ても。あ、ほら、ね、ね、危ねえ、ほら、そうカメラ見てるからな。ラインかな。この鉄棒、行かれてやんの。うん、スナさん怪しい位置やけど、でもトータスあるんか。逆にトータスあるんか。そうか。うん。やったんすか。あ、やってないか。疑われてたら、なんか疑われてたんですけど。侵害ですね、ちょっと。竹真央か、うんうん、俺はやっぱセキュリティ見とこうかな。また見、ああ見れねえよグッティツマ、グッティトゥボウ、おめえは見れねえよ。あ、怖えな。直丈夫かな。直した直した直した。君たち、はしご上がるところまでしか見てないから分からないんだよな、その。フルコンさんとトータス上来て、上来て、上来て、上来て。あ、砂亀さんと負けるから来ないで。その二人は来ないで。はい、はい、来ないで。来ないで、何も来ないで。来ないで、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 どっか行って、どっか行って。桃、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 うん、見るか。おお。うん、ふん。うん、ふん。あ、助かった。ムツしたの？全然いなくなっちゃった。あー、もう。あ、噂のモモフィルガオだ。噂のモモフィルガオ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 。あれ？あ、あ、何か起こんなこと、起こんのかと思った。怒んない、怒んない。全然、やめて。死なないやん。死なないね。死なないね。ですね。トリピー死んでますよ。トリピーの話する。え、もうスキップでいいんですか。トリピーさんはダメだよね。普通ごめんね、俺何も考えずに来てくれちゃったから。いやでもまあいいわ。まあいいわ。素晴らしい。じゃあまあいいよ。タイミングで入れる。じゃあまあいいよ。まあまあじゃあ。じゃあまあいいよ。グチツボさんスキップをしたがってるね、なんか。ニューロだから落ちたよ。これだいぶ最後の方でしたよ、今入れた。今のターンでグッチ。
なんかセキュリティでカメラ見てほうけてたからなんかなって思ったけど暇そういや暇なのかも。いやいやそうですね、セキュリティ見てましたよ。タスクがない陣営ですね。これ猫じゃねえか、猫つぼかこれ。いや違いますよ、違いますよ。猫つぼ。でも竹尾さんが、竹尾さんがエンジンルームに映ってましたよね。はい、映ってました、映ってましたよね。ちょっと見られちゃいけないところ見られたかもしれないですね。映してましたよね。何が映ってました竹尾さんを。いや何も起こってない。あれは全然本意じゃなくて、はい、そうですよね、うん、何も起こってないって、ね、うん、握ってますからね。俺も握ってますから誰も怪しいじゃねえか握ってる。どういうこと。握ってます。ライン切りか、ライン切りか。全然本意じゃなくて、はいはい、まあまあ、違うんです。なんなんだよ。絶対言えないじゃん。なんなのかはみんな言わんのよ。さらにみんななんか持ってんやん。猫が殺されてたら下上がんないから、なんか一見、うん、あれだよね、うん。死んでる可能性はある。ああ、そうね。やろうとしたら仲間が増えてる可能性あるよ、ね。何も起こってないけど、マックス5人がおるっていう状況です。ありえる。ありえる。半分人がいる。トリプル死んでるから。ありえるよ。タスクで勝とうぜ、もう。50%。タスク、もうタスク終わります。もうちょいで終わる。タスクいけます。です。はい、頑張ります。さあ、どうなるんだろうね。すげえ、ふわふわしてんな。ふわふわしてんな、むつがみ。ちゃおう。むつがみ、むつ。トータス誰だ、マオか。あ、うん、なるほど。トータス、うちつぼ。お、なんだ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 。おぉ、クルールとなると死んでる。おーおーおーおお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 フルコンさんが、俺なんならその前のターンにトータスとフルコンさんにシェリフで口つぼか砂染めを殺すって言ってたのに、うん、目の前にフルコンさん来たら うわ死んだって言い始めて、そうなんかね、いやあの前にね、口つぼが急に立ち止まったのよ、俺の目の前で。で喋りかけても無言やし、その挙動不審な、めちゃくちゃ怖かったじゃあ魔王がピュッてきて殺したからギャオじゃあ何かだったのね、なんだったんだろうね、何かだったのか。猫以外の何かありました。変身した猫か。そうだ、猫だったとしたらクルーとして蘇るはずやから、変身した猫の可能性はある、ね、猫でも、ね、確かに、うん、ああ、そっかそっ か, そっか、変身後の猫であればありえる。あ、だから若干ですよね、ムツさん、へへって言ってきたのか。インポスター側かマッドか。ああ、どうだ、探り合ってんだ両親まだ終わりそうにない、ね、ちょっと残り気味です。頑張ってください。頑張ります。本当かな、本当かな。いや、じゃあ電気エレクトリカルがあったの。可愛く言うなよ。可愛い。ムツムツさん早くスキップしてよ。あ、分かった。砂溜さんの可愛いところが見たいらしいよ。あれ、これシェリフもう一発あんのかな、わかんないけど。あった気がする。シェリフもう一発あるんだったら砂溜さんにぶち込むけど、なかったら考えましょう。はい、砂、メインにいっぱいいる。今会いに行きます。てっけーてっててってってってん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 、全然いないじゃん。いたはずなのにいないじゃん。しーちゃん、ひょうひょうとしてるだけ。めっちゃ人いるやん、こんないらんくる。うん、あった。アリキー、アリキー。おお、見えないぜ。ん、ん、右側で誰か死んだ。同期しで、え、
え、まあ、なんかえこれあれ何があった今なんか一瞬ちょっとあの直そうと思って、うん、配電盤開いてで、はい、なんかえスナさんじゃないのこれ全然違う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 マジで違うマジで違うマジで違うちょガミガミ言いたいことない？いーいや左のリアクターをガミが直してたんですけど、はいはい、一瞬だけ右側稼働中になってで即座に右側稼働してないに変わったんで あ,、はい、あのま真央さんにちょっと司法取引していいですかね？何や司法取引司法取引それ真央さんにあのってドン、はい、ドンそうそうですあの私は猫なんですよね。で千早さんがキルしてるのを見ちゃいました。だからでこのままだと私はあの何者でもなく死んじゃいます。どちらの陣営でもなくだから真央さん私をシリフで切っていただいて私クルジエになりたいなっていう千早さんが千早さんがやりました。千早さんがやりました。やってません。千早さんやってません。苦肉の策でしょ。で真央との決闘しようとしてるんじゃ。いや俺もね俺から見ても砂ザメさんなのよ。あじゃあ、ま、じゃあ真央くん私猫だから聞いてくれ。そう司法取引しようちょっとこれ絶対苦肉の策だと思うんだけど。いや違うなんか違う考えちゃったの。ちーちゃんはちーちゃんはちーちゃんの意見聞きたい。え、すなさんです。やんねえ。でいやなんかねここで千早さん来た時に向けたらゲーム終わっちゃうのかなとか思っちゃって一瞬考えちゃったんだよね。でもまあサイドこれは千早さん切っちゃったらスレディンガーの切れなくなる。千早さんが千早さんを連れ釣っちゃったら、釣っちゃったらそうか、うん、か私何者の猫でもないのでゲーム終わっちゃってクルー勝利私は敗北なんだよね。いやだって砂ザメさん下から上がってきたじゃん。あだからちょっとチャンさんが切ってるの見て上がってどうしようって思っちゃったんだよね。投票します。ちょっとセリフで切って私のことをセリフで切って。私は猫だ。あれは苦肉の策だ。さようなら何者でもない砂ザメさらばだ。いやでもそうやと思うよう思いついたな。でもその作戦、うん、あれあしかも終わってないっていう。へえ、そういう仕様だっけ。んそこならしたのか。あはいガミさんでモモタスがやってる。直しましょう。オッケーナイス。直しましたよ。ナイス。どうしようかな。砂さんはほんまに猫やったんちゃうかなって。あそうなんか俺苦肉の策で言ってんかなって思ったんやけど。あまあかもしれない。やっ、うん、だとしたら今もの、ね、うん、いや俺も見えてはなかったんけど、はい、うん、そう上からそう右になってるところの下でやって上がってきたように見えたから、うん、あか暗いから見えはしないんやけど多分、うん、あと何が残ってるんやろ。なんの激しいな。ヒュー、あ、うん、あらガミさん、エンジンルームの、宿舎前行くところの通路の下のとこ、あの長いところの下のところでガミが死んでた。負け床はやれない。はいはい、マオくんやれない。一緒に見つかるさんもやれないね。もう完全ライン戦3ラインやなこれ。ん3ライン。マケオさんとチカヤさんはどこにいるんですか。キッチンキッチン武器庫館です。武器庫の上開けてるはずです。武器庫上にいるのは見た。キッチン武器庫の前ってどこ？メインはキー、電気、セキュリティ、キッチン武器庫です。うん、俺たちと合うくない？バケウカ。あ一応ね最後その僕らがエンジンに向かうときに武器庫にいる千早さんは見えた。ドアのとこに。ああいたんだ。あじゃあ。いたのは本当。フルトータスさんはどちらに？アーカイブ1回目も2回目も右直したのは僕です。そう、うん、右直した後ちょっとトータスと喋ってて、うん、うん、なんかずっといた。だここ僕見間違いじゃなければあの最後っていうかエンジン行く前にアドミン見た時に右上に2つは見えた気がするんだよね。うん、だからフルトータスは多分合ってる気がして、うん、竹内早のどっちかがキッチンエンジン弁当かなって思ってる。それってエンジン2とかはなかったの？エンジン2はね、確か僕がアドミン見たときはあった気がする。で、エンジンにアーカイブ2だなって思ったら、僕のいるコックピットが2になって、誰か入ってきたと思ったら、真央君だったみたいな感じ。うん。
で、マオ君は無理だと思うんよな。マオセリフやろ。マサセリフ。セリフ。あ、そっか、セリフか。ごめんごめん。だから変わってる可能性もあるね。サイドキックされてる可能性もあるよ。あ、そうか。そうか。でもわかんない。サイドキックされてのバケマオはあるんか。そうか。うん。今まで厳しくなかったな。厳しいね。タスク終わりました。頑張りましょう。はい。これって。これって。ん？はい。ピーン。よ。よ。ん？鬼木って何者？あれ？ふすなさん本物かなと思ってたからな。鬼木って何者なんだ？ああ。あれ？これさ、僕に吸われたんじゃないか？これ、これ僕に吸われたんじゃないか今。あ、鬼木これはね、多分そ、あ、なるほどね、鬼木千早ラインを切ろうとして化け床を切っちゃって死んだってこと？竹尾さんを見つけて、お、いたって言った瞬間、僕が横切っちゃって、なんてこう歩いてたら、うん。これ真央くんの意思を継いで竹尾さんを釣るべきなのか？いや、もう分からんから。でも真央が脇浮かきる理由はないもんね。多分ないない。100人。ないない。ないよね。白取り合ってる相手だから。一応真央くんを見つけたって言って竹尾くん追っかけてたから、うん、まあ、切りたかったのは竹尾さんだと思うんだけど。鬼木は何者なの？いや、クルーですよ。怪しい。ってなるとやっぱトータスさんかな。いやいやいや、さっきの無理しよう、フルコンさんどう考えたの僕は。トータスさんに僕は投票しよっからじゃあ。いやー、これはもう竹尾さん入れるしかない。竹尾さんに入れません。え、3票入るの？キック残ってるな、これ。おい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 、また僕来る人にくれ。おい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 、どういうことだよ、もう。終わった。あれ？オニキはマットメイト？何それ？やべえ。やべえ。その初手キルの方が終わってないですよ、初手キルの方が。おかしいな。ニューの光が終わってないですよ、タスク。ニューの光が。すいません。どうしたんだ、ニューの。すいません。もう僕、タスクしかしません、今日はもう。なちはや鬼気ラインが意味わからんくてさ。マジで鬼気や。そう、鬼気何もなんかが。そう、口そばさつられちゃったから、もうやることなさすぎて。そうよね。そうどっちの味方がするか。いや、めちゃめちゃ責任重いんすよね、今回のインポスター。確かにそうかもね。シャッフルは死んでもいいんすよ。インポスター死んだら、一人の人生を台無しにしちゃうんで。一人の人生。竹尾さん、なんか僕の人生が終わる前に早い段階でなんか監視カメラに向かって「ここ買いませんか？」って訴えかけてましたから。たまたま飼い主だったっていう。飼い主に。